はい、秋ゲームズです。鍵門の開放場所全19箇所を紹介したいと思います。鍵門は塩化の宮エリアに全部で59個あるのですが、こちらの動画でそのすべてを取るルートを紹介していますので、まだ全部取っていないという方は概要欄のリンクの方からご覧ください。この動画ではその鍵門を使ってニミコを解除できる場所が全部で19箇所ありますので、それをすべて紹介したいと思います。鍵門の開放場所は今お見せしているように塩化の宮エリアに全部で19箇所あります。開放する場所には3パターンがあり、白夜の時のみ開放できる場所と、常夜の時のみ開放できる場所と、白夜と常夜の両方で開放する必要がある場所があります。今は常夜の時のみ開放できる場所に立っており、鍵門が開放できる場所が青白く光っています。今から昼夜を切り替える装置のところに行って白夜に切り替えたいと思います。白夜になりましたので、先ほどのマークのところに行くと、マークの代わりにオレンジ色のモヤモヤがあるのがわかります。このように白夜の時のみ鍵門が使える場所と、常夜の時のみ鍵門が使える場所と、白夜と常夜の両方のパターンが1箇所にある場所の3パターンがあります。このため鍵門を開放していく場合は、まず白夜の時のみ開放できる場所をすべて回り、その後常夜に切り替えて常夜の時のみ開放できる場所をすべて回り、最後に白夜と常夜の両方が必要な場所を回るというのが効率的だと思います。今回もそのように回っていきますが、気になる場所が決まっている方やもう一度確認したい方は概要欄のチャプターからご覧ください。ここから1番の白夜の時に鍵門を使う場所を紹介していきます。狭間の町の北西にあるワープポイントにワープしていただき、そこから南方向に向かって飛んでいきます。下の方に降りると鍵門のマークが2つあるので、近づいて開放していきます。マークに近づいて開放を選ぶと鍵門を使うことができるので、順番に開放していきます。マークを2つとも開放すると宝箱が出てくるので、取っていきます。次の場所へ移動していきます。ここから2番の白夜の時に鍵門を使う場所を紹介していきます。大日神輿の北西にあるワープポイントにワープしていただき、そこから北東方向に向かって進んでいきます。正面に柱が見えますが、その柱のすぐ右を通るように進んでいきます。この辺りにはヒルチャールがいますが、今回は事前に倒してあります。崖の端っこから飛び降りたら、右の方に回り込むように飛んでいきます。空洞の中にマークが2つ見えるので、近づいていきます。1つ目のマークを開放したら、もう1つの場所へ行き、そちらも開放すると普通の宝箱が出てくるので、取っていきます。次の場所へ移動します。ここから3番の白夜の時に鍵門を使う場所を紹介していきます。大日神輿の北にあるワープポイントにワープしていただき、そこから南東方向に向かって進んでいきます。道沿いに水の輪っかがあるので、それに入って移動していくと、到着地点の近くに鍵門のマークが見えるのがわかると思います。この辺りから壁を登るとマークの近くに行けるので、順番に開放していきます。ここで2つのマークを開放すると普通の宝箱が出てくるので、取っていきます。次の場所へ向かいます。ここから4番の白夜の時に鍵門を使う場所を紹介していきます。邪神の木の中央西にあるワープポイントにワープしていただき、そこから北東方向に向かって飛んでいきます。この辺りにはヒルチャール王やアビスがいますが、
今回は全て事前に倒してあります。下のエリアにいる敵も事前に倒してあります。ここには鍵門のマークが3個あるので順番に近づいて解放していきます。マークの数は今回のように3個のところもあれば2個のところもあるのですが、1箇所にあるマークを全て解放すれば宝箱が出ることになっています。宝箱を回収したら次の場所へ向かっていきます。ここから5番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。常夜霊廟の南にあるワープポイントにワープしていただき、北東方向にある昼夜を切り替える装置のところでまず常夜に切り替えます。常夜になったら次は北東方向に向かうとマークが見えるので近づいていきます。この辺りにはアビスがいますが、今回は事前に倒してあります。解放すると宝箱の封印が解除されるので取り、次の場所へ向かいます。ここから6番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。常夜霊廟の南にあるワープポイントにワープしていただき、そこから西方向に向かって飛んでいきます。地面の下に壊れた建物が見えますが、その建物の一番上の空間を目指して進んでいきます。建物の中に入ると壁の裏側にマークが2つあるので順番に解放していきます。精巧な宝箱を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから7番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。常夜霊廟の中央にあるワープポイントにワープしていただき、そこから西方向に向かって進んでいきます。下へ落ちないように注意して飛び移り、さらに西方向に向かって進んでいきます。昼夜を切り替える装置の近くを通るとフライムが出てきますが、今回は事前に倒してあります。壁を登って上の段に上がるとマークが見えるので近づいていきます。この岩の周りでマークを3箇所開放すると宝箱が出てくるので取っていきます。宝箱を開けると洗礼が出てきて、先ほど通ってきた途中にあった封印された宝箱の近くにある台座に収まります。今回は封印された宝箱は開けませんが、おそらく他にもある台座に洗礼を収めれば封印は解除されると思います。次の場所へ移動します。ここから8番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。常夜霊廟の中央にあるワープポイントにワープし、そこから北西方向に降りていくと鍵門を使えるマークがあるので順番に解放していきます。この辺りにはマークが5つあり、それぞれ少し離れているので時間はかかりますが、一つ一つ近づいて解放していきます。これが最後になりますが、5つ目のマークを解放した後、円の中央を見ると幽霊が立っています。この幽霊に話しかけると世界任務が発生しますが、別動画で解説しようと思っています。用意ができましたら概要欄の方にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。次の場所へ移動します。ここから9番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。常夜霊廟の北東にあるワープポイントにワープしていただき、そこから南東方向に向かって飛んでいきます。柱のところにマークが3個あるので順番に解放していきます。2つのマークは低い位置にあるので簡単に解放できると思います。もう1つは柱を登って解放することになります。3個目のマークを解放すると精巧な宝箱が出てくるので取っていきます。次の場所へ移動していきます。ここから10番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。今はビシャップ研究所の宮地さんの前に立っていますが、ここから移動していきたいと思います。
ビシャップ研究所は鍵門を取るときに来ているはずですので、ここまでの行き方は全員わかると思います。この辺りにはアビーサルビシャップがいますが、今回は事前に倒してあります。上の階に上がったら次は北東方向に向かって進んでいきます。通路を抜けたらこの辺りの壁に張り付いて上へ登っていきます。上の段に上がると鍵門が2つ見えるので近づいていきます。ここでマークを解放したら、もう一つのマークに向かってそちらも解放していきます。マークを2つ解放すると普通の宝箱が出てくるので取り、次の場所へ向かっていきます。ここから11番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。狭間の町の北西にあるワープポイントにワープしていただき、北方向に少し進んでから北東方向に向きを変えて進んでいきます。この辺りから壁に張り付いて上の方へ登っていきます。上の段に上がるとアビサルビシャップがいますが、今回は事前に倒してあります。この辺りには鍵門を使えるマークが合計5個ありますので、順番に近づいて解放していきます。これで4個解放しましたので、あと1つを解放しに行きます。5個のマークを解放すると円の中央に幽霊が現れます。この幽霊は8番で出てきた幽霊と同じ世界任務に関係していますので、解説動画ができましたら概要欄の方にリンクを貼っておきます。次の場所へ移動します。ここから12番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。大日神輿の中央にあるワープポイントにワープしていただき、そこから西方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいき、この辺りまで来たら下へ降りていき、東方向に向かって入っていきます。柱の裏側にマークが5つあるのがわかると思います。これから一つ一つ近づいて解放していきたいと思います。鍵門は全部で5種類あり、それぞれ対応したマークにしか使えないのですが、今回のように事前に59個すべて回収しておけば、マークの種類を気にせず解放していけるのでおすすめです。この辺りでマークを5つ解放したら貴重な宝箱が出るので取っていきます。回収したら次のルートに向かいます。ここから13番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。邪神の地の北西にあるワープポイントにワープし、赤羽うちわを使ってから北西方向に飛び降りていきます。この辺りで東方向に向きを変えて奥に進んでいきます。下の方にはトリックフラワーがいますが、今回は事前に倒してあります。鍵門を取りに来た時と同じように、上の方にある壊れた壁から上の階へ入っていきます。上の階には遺跡騎兵がいますが、今回は事前に倒してあります。上の階に上がって北西方向を見るとマークが4つ見えるので、順番に近づいて解放していきます。この建物の中には封印された宝箱があり、バリアで入れないようになっています。マークを4つ解放すると宝箱の封印が解除され、バリアもなくなるので宝箱を取っていきます。次の場所に向かいます。ここから14番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。邪神の地の南西にある島のワープポイントから北東方向に進むとマークが3個あるので、順番に解放していきます。この辺りで3個のマークを解放すると精巧な宝箱が出てくるので取り、次の場所に向かっていきます。ここから15番の常夜の時に鍵門を使える場所を紹介していきます。邪神の地の中央西にあるワープポイントにワープし、そこから東方向に進んでいくと
マークが5つあるので近づき順番に解放していきます。この辺りでマークを5つ解放すると円の中央に幽霊が出てきます。この幽霊は8番11番で出てきた幽霊と同じ世界任務に関係していますので、解説動画ができましたら概要欄にリンクを貼っておきます。次の場所へ移動します。ここから16番の常夜の時に鍵門が使える場所を紹介していきます。邪神の地の中央東にあるワープポイントから南東方向に進んでいき、そこから一段下に降りていきます。この辺りにはアビスの首都がいますが、今回は事前に倒してあります。マークが2つあるので順番に近づいて解放していきます。マークを2つ解放すると普通の宝箱が出るので取り、次の場所へ向かいます。ここから17番の白夜と常夜の両方での解放が必要な場所を紹介していきます。邪神の地の中央東ワープポイントからすぐ南に降りたところにマークが2つとモヤモヤが1つあるので、まずマークの方を解放していきます。ここでマークを2つ解放したら次は北西方向に向かって飛んでいきます。昼夜を切り替える装置のところで白夜に切り替えます。この辺りには遺跡騎兵がいますが、今回は事前に倒してあります。白夜に切り替えたら先ほどのワープポイントに戻り、マークがあったところに向かっていきます。先ほどモヤモヤがあったところにマークが出ていますので近づいて解放していきます。精巧な宝箱が出ていますので取っていきます。回収したら次の場所に向かっていきます。ここから18番の白夜と常夜の両方での解放が必要な場所を紹介していきます。邪神の地の北西にあるワープポイントにワープしていただき、そこから南方向に進んでから南西方向に向きを変えて飛んでいきます。昼夜を切り替える装置の上を通り過ぎ、この辺りから一気に下の方に降りていきます。マークが2つとモヤモヤが1つあるので、まずマークの方を2つ解放します。ここでマークを2つ解放したら次は先ほどのワープポイントに戻っていきます。ワープポイントに到着したら先ほどと同じように南に少し進んでから南西方向に向かって飛んでいきます。建物の横に昼夜を切り替える装置があるので近づいていきます。昼夜を切り替える装置のところまで来たら常夜に切り替えていきます。ここで常夜への切り替えが終わったら次は南西方向にしばらく飛んでから下の方に向かって降りていきます。先ほどモヤモヤがあったところにマークが出ていますので近づいて解放していきます。精巧な宝箱が出ていますので取り、次の場所に向かっていきます。ここから19番の白夜と常夜の両方での解放が必要な場所を紹介していきます。狭間の町の東にあるワープポイントにワープしていただき、そこから南東方向に向かって飛んでいきます。この辺りで下の方を見るとモヤモヤが2つとマークが1つあるのが見えるので、まずマークの方に近づいていきます。ここでマークを1つ解放したら次は狭間の町の中央南にあるワープポイントにワープしていきます。ワープポイントに到着したら次は北東方向に向かって降りていきます。この辺りにはアビサルビショップ、先ほどマークがあった辺りにはアビスがいますが、今回は全て事前に倒してあります。昼夜を切り替える装置のところで白夜への切り替えが終わったら次は狭間の町の東にあるワープポイントにワープしていきます。ワープポイントに到着したら次は先ほどと同じように南東方向に向かって飛んでいきます。
下の方を見ると先ほどモヤモヤだったところがマークに変わっているのがわかると思います。一つずつマークに近づいて解放していきます。ここで一つ目を解放したら、少し離れたところにある壁にもう一つのマークがあるので近づいていきます。白夜の状態で二つ目のマークを解放し、合計三つのマークを解放すると宝箱が上の方に出てくるので取りに行きます。以上、鍵門を使った解放場所全19箇所の紹介でした。このチャンネルではギミックの解説や素材の回収ルートなど、旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録・高評価の方をお願いいたします。またニルダムでは毎日ライブ配信、 Twitter では最新の情報をつぶやいたりしております。また法要ラボでも記事を書いたりしていますので、よろしければ概要欄のリンクの方からお越しください。では